花畑運河は、東京都足立区東部を流れる一級河川。中川と綾瀬川を東西に結ぶ運河である。花畑川とも呼ばれる。東京都足立区東部に位置し、埼玉県との県境付近を流れる。東京近郊の村地帯と都心を連絡する、周運の利便化のために1931年に、第一級河川、中川と綾瀬川を結ぶ運河として開作された。 周辺の地域は六奥に、新名、辰沼、新名南がある。普段の水深や流量はそれほど多くはなく、都心近郊のため水質は悪い。川底には粗大ゴミやヘドロがたまり、一時期は夏場にひどい悪臭が漂うこともあった。川沿いには釣り人も見られ、それなりの超過を得るようである。1910年の荒川大洪水で東京が、 壊滅的打撃を被ったことから、翌1911年に開始された荒川放水路の建設事業が完成することで、東京の治水は一様の安泰を見た。しかし荒川放水路による中川の分断が、北関東の国葬地帯と東京を結ぶ水運事業に大きな支障を発生させることとなった。当時の周運は国葬地帯からの食料の輸送だけでなく、 都心から出された大量の糞尿を農耕地帯へと肥料として送り出しており、最盛期には3800隻近くの運搬船が行き交っていた。この荒川放水路を越えるために、旧中川に設けられた岸も川水門で船の大渋滞が発生。その後の小なぎ川拷門と船堀、小松川の2つの拷門の完成後も渋滞は解消されることはなく、東京の周運における 大きな足かせとなった。一方で綾瀬川を下る船は、船堀の綾瀬水門から出て、荒川放水路を横断し、千住明けの町の墨田水門から墨田川に入れば、よく、船の動きも、スムーズで渋滞も発生することはなかった。そこで1925年度計画に、急遽、花畑運河の改作工事の実施が決定され、中川の船を綾瀬川に流すようにした。 花畑運河の改作事業は、用地取得の完了した1927年に、竣行し、荒川放水路の竣行に半年遅れた1931年12月に、完成した。中川隅田川間の周運は、花畑運河の開通によって経路が 16km 短縮し、水門の渋滞は回避された。こうして、中川の周運は、飛躍的に発展し、花畑運河には、 絶え間ない船の流れれが見られるようになった太平洋戦争の終結で GHQ が戦後日本の占領統治に乗り出すと様々な改革事業の中で農業の肥料に用いられてきた下萌の使用が前時、化学肥料へと切り替えられていった。これにより下萌を運搬していた船の数が激減すると花畑運河の利用価値は薄れ、たまに通過する船は 東京湾行きの漁船だけとなった。中川川より記載。ありがとうございます。